はい、アニャッス。ちょっと猫チックにするな。本日もニャンコ大戦争、やっていきます。まずは、先日開催されていたガチャから、レッドバスターズ、赤い敵に強いキャラが大集合。そしてこちら、ステップアップガチャとなっておりまして、3ステップよ。こんな感じで、最初は猫缶を負け、最後に超激レア確定なのですが、あと経験値100万ももらえるぜ。ちなみにピックアップキャラはこんな感じとなっております。赤い敵に強い超激レアがいなかったので、基本どれでも嬉しいのですが、はい、すでにお気づきの方もいるでしょう。すでにもうステップ3なのだ。というのも最初はガチャ最後まで引く気なかったのですが、余ってた猫缶でステップ1引いたらまさかのカムクラ。その流れでステップ2でライデン。これは流れが来てるということで、急遽最後から撮影開始したというわけです。では、早速引いていきましょう。さあ、いい流れのままいけるか。iPhone を開発したのは私だ。はい、アップルね。きたー。おお、赤敵と黒敵に強い空さん。育てれば多くのステージで活躍してくれそうです。てか確定枠は最後だから、今回のガチャ、超激レア15体中4体。最近ガチャ運が良い主にゃんこです。40連でゼロの時もあったからな。あとは、ラストに期待。ヘアカットなら私にお任せ。いや、怖いわ。推し、確定枠。桃太郎、一番星かがたやつやん。やったー。お、前回欲しいと言ってたら、本当に来ちゃった。ということで、大満足のガチャとなりました。今日ゲットしたキャラはまた後日、レベル上げて使ってみます。今日やるのは未来編2章のラスト、月に挑戦。エイリアン対策バッチリの、こんなパーティーで挑みます。では、アイテムは特になしでレッツスタート。さあ、初見でクリアできるか。基本倍速再生となります。おお、初っ端からエイリアン軍団。まずは、エイリアンの動きを止めるサイキック猫ちゃん。そして壁、チェンヌ、美脚猫ちゃんで耐える。これ全部倒せば、コスト高い猫たち生産できるお金貯まるな。チェンヌちゃん、レベル30でプラスもマックスなので、なかなかの攻撃力です。そしてジェンヌと美脚、見事に合体。もう一体のキャラクターみたいね。お、サイキック猫の足止め、効いてる効いてる。はい、敵が出てくるまでちょっとカットしました。エイリアンに超ダメージ、失われし世界のユキちゃん。天使にも強いので、未来編では基本ずっとレグラーです。おお、さすがユキちゃん。おっしゃ、これで主にゃんこ軍団のエース、キャットマンダークセイさん。ダークちゃん、汎用性広く。今度のステージでも入れてるぜ。お、やってきました。おまけに、猫ムートちゃんも到着。今のところは結構余裕があるわね。あとは、相手のボスがどんなのか、気になるところです。敵、とりあえず全滅。お城に攻撃したら、ボスの登場でしょうな。出たー。これって、猫バルキリーじゃん。あ、そういえば、未来編2章のクリア報酬、猫バルキリーちゃんの進化だったもんね。エイリアンからあのバルキリー、なんか普通にかっこいいんですが、確かに、私も味方のバルキリーより好きかも。それね。ここからは耐久勝負、壁で耐えつつ、後ろから強キャラで攻撃。てか、本当にエイリアンオンリーのステージなんだな。そういえば、他の種類は出てきてないね。あ、次回は主にゃんこ初の、超激レアを第3形態にして、キャラはまだ秘密。そのキャラを連れて、狂乱に挑戦してみますので、お楽しみに。バルキリーエイリアン、やっぱ簡単には倒せないわね。しかも、若干押され気味か？気づけば猫ムート、ゆきちゃん、いつの間にか倒されてるし。あ、とどめきも倒された。キャットマンダーク頑張れお、2体目のゆきちゃん来たぜ。押し押し、一気に押し切れ。ニャンピューター使ってないので、手動で高速壁生産中です。コスト高い軍団は、まだ生産待ち状態。バルキリーの攻撃スピードが速いので、壁がどんどん倒されていっている。でもまたちょっと押し返したな。ちょっと壁生産しつつ、生還。いけいけいや、黙れよ。倒したー。とどめはとどめきちゃん。ややこしいな。ふふふふ、こうなったらおしまいですな。お城を落とすぜ。今さらキャットマンダークみたい。お猿ちゃん、最後の悪あがき。でもそれも無意味なり。はい、ガラ空きのお城を攻撃するだけです。さあ、もう少しもう少し。クリアー。はい、ということで無事、未来編3章に突入です。ここからはエンディングを見ていきますので、見たい方だけ一緒に見ましょう。
アン目線の文章なのね。はい、このアホさ加減も最高です。なんだテレビ出演って。エイリアン芸能人。何、おめえの危機だと？何おめえが危機感抱いてんだ。あれ？何猫とエイリアンがコンパしてんじゃ。宇宙に猫かん？にゃんこ、かわいいわね。やっぱ、このアプリ好きだ。はい、結局めっちゃ仲良しになったようです。お、これで終わりかな？そうね、はい、ということで以上、本日はここまでとなります。では、次回の狂乱もお楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。